1965年の写真ルイス・フレデリック・フィーザーはアメリカ合衆国の有機化学者。1943年にナパームを発明、実用化した。ビタミン K の発合成をはじめとする血液凝固因子の研究、コーマラリア薬としての機能類の合成、探索、後にコルチゾンの化学合成達成につながるステロイド類に関する研究、 た、官方皇族炭化水素の性質に関する研究を行った。オハイオ州、コロンバスに生まれる。1920年に、ウィリアムズ大学で学士号を取得し、1924年に、ハーバード大学のジェームズ・コナントの下で博士号を取得した。博士論文は、キノンの酸化還元電位に関するものであった。 1924年から1925年まで、博士研究員として、イギリスオックスフォード大学のウィリアム・パーキン・ジュニアと、またドイツ・フランクフルト大学で、ユリウス・フォン・ブラウンと共に研究を行った。1925年から1930年まで、ブリンマー大学で働き、後に妻となるマリーとここで出会った。その後、ハーバード大学へと戻り助教授となった。 フィーザーは1939年頃ビタミン K の構造決定競争に加わっており、年末には合成の達成を報告していた。フィーザーの追悼記事によれば、受賞者なしとされていた1941年及び1942年のノーベル生理学・医学賞の候補者であったという。しかしながら、他の研究者が1943年に、 ビタミン系発見者としてノーベル賞を受けている。1962年、アメリカ合衆国公衆衛生局長官のシニー委員会に加わり、同委員会は1964年に喫煙と健康の関連性についての報告書を出版した。フィーザーはチェーンスモーカーであったが、1965年に肺がんであると診断され、 回復してからは喫煙の習慣をやめ、同意委員会の提出した結論の啓蒙に努めた。1963年をウィリアム・ h ニコルズ賞を受賞。1968年にハーバード大学の名誉教授となった。妻でアリ助手であったマリー・フィーザーと共に発冊の本、及び、 フィーザーフィーザーとして知られる有機化学における総称リエジェンツ・フォー・オーガニック・シンセシスの第7回までを表した。オーガニック・シンテシーズの編集者、気候者でもあった。フィーザーの名を関する主役は2つある。フィーザー主役は酸化クロムの作酸,酸溶液であり、有機化合物の酸化に使われる。フィーザー溶液は、水酸化カリウム、塩硫酸ナトリウム、 アントラキノンマイナスにする本酸ナトリウムの水溶液で気流中の酸素の除去に用いられる。1942年7月4日にハーバード大学のサッカー場で最初のナパーム弾実験を行っておりナパームの開発を主導していた。また第二次世界大戦中にコウモリにナパームをつけた爆弾を使って日本を攻撃する計画プロジェクト X 例があり フィーザーはこれに参加していた。ダウケミカルは、フィーザーの開発した配合に基づいて、コウモリ爆弾用のナパームを製造したが、コウモリの制御は困難であり、テスト中に何匹かが逃げ出して、アメリカ空軍基地に火災を発生させた。このような事件があったが、兵器としてナパーム弾の使用が問題となったのは、ベトナム戦争の時であった。フィーザーは、 ナパームの開発者として責任を感じることはないと述べた。ありがとうございます。